はい。あれちょっと、はい、どうしました今日。いや、なんかこうちょっと反省しなきゃいけないこともたくさんありながら。そうなんですよね。じゃあこんにちは、どうも。そうです、まあ、豊さんだけじゃないですよ。なぜなかなか予想は当たらないのか、順位。まあでも、はい、セ・リーグの方は、はい、そこそこ俺当ててると思うよ。まあそう、当たっちゃ当たっちゃってるっていう形なんですけど、まあ外してるっちゃ外してるのは、まあまあまあそうだけど、パ・リーグは全滅だけどな。パ・リーグちょっとそうです、うん、そうです。今日はですね、はい、これ2023年の開幕直前順位予想というものをしました、はい、3月に、はい、その時の答え合わせです、はいはい、その時一体どんなことをコメントで言っていたのか、なぜこのチームがこの順位でどうしてなのか、ポイントを挙げていました、はい、もうそこを今回、本当すみません、公開処刑みたいになっちゃうんですけど、いや、いいですよ、いいですか、いいですよ、すいません、はい、それを、一つずつ検証していきたいと思います。はい、わかりました。まずは豊さん、はい、セリーグ、はい、順位、はい、1位阪神、はい、2位ヤクルト、はい、3位 DeNA、 4位巨人、5位広島、6位中日と予想していました、はい、なのでこのヤクルトと広島がテレコになっただけなんです。そうそう、変わっただけでね、変わっただけなんでしょう。ほぼ当たってるなんで私の目を見ないの、こちらの目ほぼ当たってる目が泳いでるけどね、まあ、ほぼ当たってるんですよ、はいはいはい、でまずこれ阪神、はい、なぜ優勝するであろうと、まあ、ポイントに置いたのか、はい、中野や佐藤輝明のコンバートは成功するだろうね、はい、開幕ダッシュせずにゆっくり戦っていけばあの投手力なら勝っていけるだろう、はい、ポジション固定でエラーも減ると思うよと話していました、はい、まあ、エラーはちょっとどうぞ、減らないんだよねエラーはそう、数字的には減らないんだけど、はい、肝心なところの例えばダブルプレーを取るとか、はい、これはやっぱこうコンバートがある程度成功したという、うん、そうでしたね。で大山もファーストで非常にうまいし、はい、まあ佐藤輝も、はい、で木浪を使う、はい、中野がショートからセカンド、はい、だから非常にあのコンバートは成功してるし、うん、そのことによって固定メンバーで戦えるという、うん、まあ、利点が生まれたというね、はい、そこら辺は合ってんじゃないの。合ってます。あと開幕ダッシュも特にその岡田監督本当に何かしてたわけではなく楽に勝ててた、まあ、だから馬なりにスタートをして、そうそうそう、だん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 差を開いていったというね、うん、で無知も入れることなく優勝を勝ち取ってしまったという、はい、予想通りだよね。これはね、そうなんですよ、予想通りだと思います。ただ、はい、村上と大竹、はい、ここで20勝以上上げるとは思わなかったけども、うん、いわゆる嬉しい誤算で、まあ、そうだね、その代わり西勇輝と青柳、はい、これで20勝ぐらいするかなっていうふうに思ってたのが、うん、新しい新鮮ごとく出てきた2人っていうのがやっぱ支えたよね。そうでしたね、うん、だからそこら辺は嬉しい誤算だったけども、うん、でも最後にはやっぱり西勇輝と青柳が帳尻を合わせてくれるというね、うん、チーム力っていうのを感じた1シーズンだったね。そうでしたね、はい、さあ続いて2位のヤクルト、はい、2位にヤクルトを予想していました、はい、先発陣が他球団と比べて少し弱い。大きく弱いとは言えないだろう、まあ、それ分かんないですもんね。分かんないけども、まあ、弱いっていうのは当たってるよね。当たってました、やっぱり、はい、マクガフの穴と塩見の故障が痛い。これは当たってましたね。打線で言えば塩見っていうのがいなかったらやっぱり勢いつかないよね。でしたね、うん、あの子の持ってる雰囲気とか、はい、向かっていく姿勢一番で、うん、これはやっぱなくちゃいけないし、マクガフがいなくなった代わりに田口を持っていった。抑えとしたら成功なんだけど、誰かいてくれたら田口をいいところでもっと使えたんだよね。だからそういう意味ではいなかった、マクガフの穴が痛かったよね。本当、うん、そうでしたね。これすごい予言者のように当てました、ね、まあそうだねそうでした。昨年の最速マジック点灯とはいかず、中盤まで団子状態でいくだろう、うん、オープン戦で守護神候補の清水の球が走っていないのが心配というふうにも言ってました。まあそうだね、中盤まではでも団子状態とはいかなかったですね。いかなかったな。でもこれだけやっぱり塩見の怪我が大きく響いたのと、うん、やっぱり2番にも苦しいんだよね。そうでしたね、うん、それと村上の最初、まあ、WBC から帰ってきてからの不調とかだとか、そうなんです、山田哲人の体の状態だとか、うん、で長岡がもっと成長するかなと思ったらそうでもなかったというね、すっきりしなかったな打線が、はい、そう、打線のことについて何と言っていたか、打撃陣は何の問題もない、うん、心配いらない村上は
ホームラン数は徹底マークで落ちるが、選手としてのステータスは爆上がりする。三冠王の可能性は十分あるが、巨人岡本が黙ってない。黙ってなかった、ね、黙って、ここはね正解なんですよ。黙ってなかった、すみませんただちょっとそうですね、打撃陣村上がやっぱこうなんていうの、気を抜いたんじゃなくて、うん、やっぱ高みを目指してやったことがまだ追いついていかなかったというね、はい、そういった意味ではこうちょっと誤算が生まれたな。そうか、まあ、でもやっぱり塩見の怪我とか、うん、そういうものっていうのが痛かったな。大きかったですね。大きかったな。さあ続いて3予想にしていた DeNA です、はい、バウアーの加入で4位予想から3位に予想を変えたよと、はい、本当にサイ・ヤング賞レベルの投球ができるのかはただ疑わしいけどね、はい、ということで、まあ、でもバウアー加入で3位っていうのは当たってました。まあそうですよ、はい、だからまあ疑わしいっていうのはさ、うん、まあ、来てみなきゃわからないということもあったし、うん、まあ、最初のうちっていうのはある程度その投球の癖みたいな、はい、まあ、そういうものが出てたんで打ち込まれたけども、でもそれを修正してからは大したピッチャーだよな。ちょっと無双状態に入ってきましたね。まあそうだよね。だからまあ順位を変えたっていうのは正解だったよね。当たってますね、はい、で打者陣、はい、打者陣はいいが年齢が一つ一つ上がっていくので年々心配、あとショートを固定できればなおいい、うん、というところで、やっぱ宮崎もよくやったしね、うん、そういう意味では年齢関係なく、はい、こう頑張ってくれたとは思うけども、オースティンだよ年齢関係ないんですけどね、オースティンやな、うん、ね、これがね出てこないっていう。来シーズンの開幕直前順位予想できっとこのオースティンがコメントに入ってくるかもしれないです、ね、まあ早いよね、でしょうね、はいはい、あとはもうショートの固定、まあ、あの最後の方でね、まあ、林という人間を、まあ、来季も見据えて固定に入るのかなっていうような、まあ、雰囲気は見せてくれたから、はい、来季はなんかそういう不安が解消されるかなっていうような感じはするけどね。そうですね、やっぱりどうしてもセンターライン、これを落ち着かせたいっていうのがあるよね、うん、はい、続いて4位予想だった巨人、はい、開幕前の菅野の故障で3予想から4位予想に変えたよ。戸郷プラス新外国人2人プラス若手の先発事情が心配だな、うん、というふうにまずピッチャーのことは心配でしょ、心配だったでしょ。確かに、で菅野選手のねやっぱり故障でっていうところも4位に変えて、うん、やっぱ当たってました。当たったでしょ、はいはい、打に関して、打は破壊力抜群、でも野球はそんなにホームランばっかり出ないしね。そうでしょそれはそうでしょまあね、ホームランばっかりは出ないですよね。出ない、ホームランで勝つチームだからな、はい、だからそういった意味では、うん、そこに頼らざるを得なかったっていうのが、うん、まあ、巨人の苦しさだったかなっていうふうには思うね。そうですね、ホームランはねセリーグで164本とダントツなんですけど、うん、結局4位っていうことは、まあ、ホームランばっかりでもっていうだと、うん、まあ、このぐらいの成績にしかならないかなっていうふうには思ったよね、うん、っていうことなんですね、はい、5位に予想していた広島、はい、先発はそこそこも森下の出遅れと中継ぎ陣が心配、ただ中継ぎが整備できれば上位もあるよ、はい、ということで、あとオープン戦で4番西川に起用するなど軸が決まっていない、デビッドソンが4番に決まればチームの軸が決まるよねということで、うん、確かにその中継ぎ陣が整備できれば上位あると言ってました。いや島内とかもタイトル取ったし、うん、はい、矢崎が出てきたりだとか、はい、出てきました、ターリーが良かったりだとか、うん、本当に頑張ったよね。そうですね、だから上位いけたんだよなるほど、そうよ、そうですね、ただそこら辺はまだ未知数だったからまあここが解消されなかったらやっぱ5位だったかなっていうのは思うけど、やっぱ新井監督はよく整備をして上に持っていったよね、うん、そうですよね。ただ打線を見ると軸をそんなに重要視してないというかさ、はい、いやもうとにかく4番でもつないでいくところはつないでいこうという、うん、まあ、居直りがあったというかね、はい、だからそういうことで選手のモチベーションを上げていったという、はい、まあある程度予想通りだよね出た最後に出たじゃねえよ出たじゃねえよそうですよ、だから中継ぎ救援陣もそのセ・リーグの中では救援陣率っていうのが3位なのでまあまあいいですし、はいはい、ユダさんの言っていたそのデビッドソンが4番に決まればチームの軸が決まるっておっしゃってたんですけど、はい、まあ、状態がいい選手も、まあ、その時4番にしたりとか、まあ、そうだな、まあ4番上本を打たしたりだとかする時期もあったからね、うん、ありましたよね。
だからまあもう4番でもつないでいくんだというね、うん、自分たちが持ってる力を最大限に活用するというかさ、はい、まあ、そういったことで活路を見出したというね、うん、まあ、シーズンだったよね。そうでしたね、はい、さあ6位予想だった中日です、はい、秋井の獲得もオープン戦でいまいちだったな。若手中心のセンターラインが心配だよ、うん、まあ、秋井が30発打てれば上位もあるけどね。ブライトなどに経験を積ませると思うので2024年は強いと思うよということで当たってましたね。そうでしょ、アキーノが30発を仮に打てばよ、うん、だから打てないっていう予想だからね、うん、そうですね、うん、だって見てて心配だったっておっしゃってました、ね、いやだから、まあ、とりあえず、まあ、しょうがない再開にするしかなかったんだ。あと若手中心のセンターラインが心配は当たってました。もうなあ、うん、心配だらけだよな。そうでしたよ。で2024は強いと、もう次の次のシーズンのこと言ってました。いや もちろんそうだね。そうでした、ね、だから来年は中田翔も入ったしそれはね一切なかったですね予想に。みんなそりゃないだろお前いやだけど来年は、はい、それは簡単じゃないよっていうこと。もうそうですよね。そうだそうだ。続いてパリーグ行きましょう、はい、豊さんは1位ソフトバンク、2位オリックス、はい、3位西武、4位楽天、5位日本ハム、6位ロッテというね。何も当たってない、はい、そうですね、何にも当たってまあソフトバンク予想、はい、ね、あれだけのお金をかけて、ね、補強したんだから勝たなきゃいけないという1位なんだよ。コメントもそうでした。そうでしょ、あれだけの補強して勝てなかったら笑いもの、うん、そんなこと言ってたんですか。笑いもんだよ、はい、優勝しなきゃおかしい、うん、毎年多い怪我人が出てくればただ戦力はダウンするよねと。レギュラー選手の穴はそう簡単に埋まらない。千賀の穴は一切ない。千賀の穴は一切ないってことは心配はゴムよだったそうです。いやあのね、俺藤井を先発にしたでしょ、はい、で藤井が千賀の穴を埋めてくれるっていうふうに思ってたんだよ。途中で離脱してまた戻った時には中継ぎに入ってたから、うん、あこれは埋まってないなという、うん、まあ、これはちょっと予想外だったけども、うん、ただやっぱりあれだけの補強費を使ってね優勝できないっていうのはやっぱ問題があるよね、うんうん、それはそうですね、まあ、それとやっぱりレギュラーに故障者が多いということ、うん、その故障した人間、まあ、育成に、ね、定評があったソフトバンクも、うん、まあ、そんなには出てこれなくなってるっていうことだよね。そういうのの現れです ね、うん、そうね。じゃあ2位予想のオリックスに関して、はい、吉田正尚の穴が心配だな。ただ投手陣は強力、山下俊平太の球がえぐいよ。野手が手薄、ラオウ一人だけの長打力じゃ厳しいかな。足を絡めた逆転で、いや野球で点を取っていけるかな、うん、というふうに話していました。まあ山下俊平太な、球えぐかったですね。えぐいだろ、はい、やっぱあそこの投手陣はすごいな。すごいえぐい、まあ、それとやっぱり山本由伸が WBC 行って、うん、なおかつあんな成績を残してくれて、うん、そしたら投手陣が引っ張られるよね。みんなそうでしたね、うん、だから野手は本当に特化引っかえでね、うん、これっていう打順っていうのはないんだけども、うん、まあ、だけど中嶋監督のやりくり上率っていうかね、はい、まあ、そういうので切り抜けていったけどもね。そうですね、はい、まあ、吉田正尚選手の穴が心配とおっしゃっていたんですけど、どうですか森友哉選手が入ってきて、ね、まあ、完全に埋めたっていうことはないけども、うん、その一つの、まあ、例えば4番だったりだとか、うん、3番だったり5番だったり吉田正尚がね、うん、打つべき打順を森がカバーをしてたという、うん、まあ、成績はともかくとして、はい、そういう形作りはできたというね、うんうん、っていうところじゃない他人事のように続いて3位予想ドセーブです。とにかく打てない。平の先発の転向で先発投手陣はもう完璧、打撃が良くなれば安定して A クラス、うん、確かに順予想は間違ってますがコメントは合ってるよな、はい、まあ、ここら辺は思い入れもあるからね松井和夫という、ああだから松井和夫やってくれみたいな、はい、そんな感じがあったんだけど、うん、まあ、先発投手陣はもう申し分ないよね、うん、ですね。ただやっぱりこう春先にアクシデントがあったりだとかさ、はい、いろんな選手が抜けたりだとかさ、うん、まあ、そういうことがあったから、まあ、本当に点が取れなかったよね最初のうちね。そうですよね、苦しかったと思うよ、うん、そうですよね、うん、俺も苦しかったもん見ていてそれ予想が外れる、まあ、予想が外れるなと思って。そうですよね、はい、ただほら西武も最後の最後はもしかしたらあの A クラスの可能性もっていうところまではいったので、はい、で4位楽天予想でした、うん、夏場の失速がどうなのかなというのと、先発陣ね去年勝ち越したのが則本だけ、
オープン戦で使った新外国人2人は最後まで活躍し続けてくれるのかが心配。チームが同じ方向に向かっているのか、個人の成績を重視するのか、チームとして優勝への意欲が薄いように感じる。だ一時期のね、オリックスいい選手がいるんだけど、はい、なんかこうチームがまとまらない、バラバラ感があったっていうね、それがなんかこう外から見ててもいい選手いるのになって、毎年なんかこう期待を裏切られるなっていう、まあ、そういうことがあったんだけども、はい、なんかそういう感じに見えちゃったんだよね。確かにちょっとオーバーラップするところありますね。まあ、そうだね。ただ春先も悪かったからな。そうなんです。夏場の失速ではなくて逆でしたね。逆だったな。不思議だな。不思議ですよね。だけど最後の必死な姿っていうのはね、うんうん、ああいうのが1年間続くと力はなくはないチームだから、はい、まあ、上に行けるよな。ですね。はい、さあ5位予想の日本ハムです。はい、今年から打順固定でやっと落ち着いて野球ができるんじゃないかな。野手は長打が魅力の一発屋が多い。長打力の面でロッテより一つ高い順位にしたよ。エスコン開業効果で満員が続き、モチベーションは高くなるが、若手に安定感がないかな。もうその通りです。ただ打順の固定という意味ではやっぱりちょっとまだでしたね。そうだな、ね、まあ、ただクリーンアップっていうことを考えると、うん、万波清宮、はい、まあ、野村とか、うん、マルティネスとか、まあ、そこら辺はね、軸はね、まあ、ある程度の固定になってきたんだよね。はい、ただその上下を打つ選手たちが、まあ、固定には至らなかったというね、うん、まあ、そこら辺の苦しさはあっただろうな。そうですね、はい、やっぱりあと若手にまだ安定感が、まあ、ないなっていうのは。そうですね、うん、長打力の面でロッテより一つ高い順位にしたっていうのは、これは期待を込めてだよね。込めてだったんですね。そうなんですね。そのロッテですね。もうロッテファンにはもう本当に申し訳なくて、ね、本当にね、はい、6位ロッテ、はい、ポランコ取ったが圧倒的に長打力不足だよね。長打は山口くらいしか期待できないかな。新監督に変わったのもあり最下位に予想だ。高部の出遅れも痛い。なんか読み方変えるなよお前。なんか悪意がある。悪意が何か降りてきちゃった。そうだろ、悪意があるな。なんかどういうことか。ポランコホームランを取ったから。ホームランを取りましたよ。ホームラン取った。長打は山口ぐらいしか期待できない。まあ、山口も2桁打ったわけですね。そうですね、うん、新監督に変わったのもあって最下位。そう、吉井監督がどういう野球やるか分かんなかったしね。はい、でピッチャーの出身だけど、ピッチャーはある程度、うん、まあ、まあ計算は立ってたと思うんだけど、はい、野手をどうやって動かしていくかなっていう、そういう課題が見えなかったんだよね。はい、だからかな。だからかな。でもよく頑張ったな。でも頑張ったとか。いやー、なんか角ちゃんがあれだけね、ベテランで、そうですよ、やるとは思わなかったし、みんな一体となって、藤岡もそうだけどな。そうですよ、中村がな、ちょっとな、うん、セカンドでね、状態がもう1シーズン本当に上がらないまま終わっちゃったけども、うん、まあ、安田も成長したし、うん、まあまあな、そういうことだよ。そういうことで、そういうことでしたね。いや、ちょっと面白いですね。開幕直前順位予想で面白くねえよ。めちゃくちゃ面白い。これはもちろん、あの、来年の開幕直前予想もちゃんとやりまして、コメントをこのように、そうだね、はい、あの、豊さんにいただくので、これまたね、来年のこの時期に、でもいい視点で話してるよなと思う、ね、あ、そうなんですよ。あの、当たってるのは当たってるんですよ。そうでしょ。そうなんです。やっぱ最後のロッテに関しては、もうロッテはすいませんでした。ロッテに関しては失礼しました、はいはい、ということで、はい、楽しんでいただけたでしょうかね。いや、俺は楽しくないよ。私ですか。すごい楽しかったのは、はい、はい。